皆さん、こんにちは。インスパイのことです。今日もユーストリームを使いまして、ネットベースに関する情報を生中継で15分間お届けしてまいります。はい、今日もよろしくお願いします。 はい、えー。今日は4月3日ということで、えー、消費税が8%になりまして、えー、まあ3日目、えー、2日が終えたところでしょうかね。えー、というところなんですけど、まあいろいろ消費税増税に絡みまして、まあ価格のですね、えー、表示方法ということをいろいろ私の方も研究してみたところ、まあ大きく分けると10個ですね、特徴的なパターンっていうのが出てきましたので、えー、今日はこちらをですね、紹介していきたいと思います。えー、まずは早速ですが、スライドの方からご覧ください。 はい。えー、もうね、字がいっぱい書いてますけど、ちょっと順番に説明していきますね。事例とともに紹介しますので、行きます。えー、まず一つ目。えー、内税価格のままで据え置きっていうものですね。<laughs> まあ、これ本当は一番やっちゃいけないパターンなんですけど、あのー、時間がないとかですね。えー、もしくは軽度力で、その3%分は、えー、まあ、要するに、仕入れの方からですね、えー、なんとかしてですね、えー、値段を据え置きする。えー、もしくは、 同じ値段なんだけど、質を落とすことによって、今と同じ値段でやりますっていうパターンですね。これは、ま、あの、増税分の3%をーお店側が負担することによって、それをですね、あの、ま、税金的には8%収めるわけですけど、という考え方ですね。ま、実質3%の値引きっていう考え方ですね。なので、ま、例えばですね、ま、そのままですけど、1000のを1000にすると。 性能を制限するですね。そのままですね。というパターンがあります。まあ、これ私はね、あの、できればやらない方がいいと思います。え、3%はですね、やっぱり大きいですよね。まあ、これ、利益になるのかならないのかっていう話なので、えー、ぜひ一番は避けてほしいんですが、まあ、なかなかね、えー、時間がないとかですね。まあ、ネット通販の場合は、えー、価格を変えるのめんどくさいから、まあ、いいや、もう、あのうち、今、うち税だからうち税でいいやっていうやつですね。これ、まあ10、10%の時にはぜひね、見直さ、今回はいいにしても10、10%の時は見直した方がいいと思います。 2番目、えー、現金取引で、切りのいい内税価格で、端数を嫌う場合は、据え置きっていうものです。えー、これ、例えばどういう場合かっていうとですね、あのー、えっ、ー、と、僕の場合なんかがそうなんですけど、ちょっと例を挙げますね。例えば、セミナー,、えー、セミナーの受講料を今、5000円って書いてる。えー、5000円ですよって、当日現金で5000円集めますよって言ってる場合に、えー、すいません、5000円じゃなくて、今度から、例えば、えー、5000、 5400円になりますとかね。こういうような消費税が、今までまあうち税の方が変な、変ななってますけど、例えば発数が出るような値上げをした場合ですね。そうすると、確かに正しいことをやってるんだけど、お客さん側が見れば、なんかこうですね、あの、耳、耳っちいって言い方変なんですけど、その、めんどくさいですよね。払う方も。払う方も、その、もらう方もですね、めんどくさい。ので、 えしょうがないからですね、これは据え置きしなきゃいけないと。大体もう3000円ですとか5000円ですとか2000円ですとかで決まってるものですよね。内税でこう、切りがいいものっていうのは、まあ、ちょっと据え置かなきゃいけないのかなっていう現状があります。それ、うちの会社でもえなりそうな感じですね。で、今度3番目。集金の都合で、切りのいい内税価格で据え置き、中身を見直すっていうもの。 これ例えばどんな例があるかっていうと、えー、この忘年会プランをちょっと書きましたが、例えば忘年会プランで、えー、今まではですね、あのー、じゃあ、忘年会プランで、じゃみんな5000円だよ、患、え、者、ー、さんに5000円渡してねって言ってたものを、えー、またですね、えー、今回の時に、えー、お店側に相談したらですね、えー、今度から消費税8%になったので、えー、5400円になります。 5400円プランですねとか言われると5400円で徴収しなきゃいけなくなるんですね。そうするとさすがにそれもまた面倒くさいし、えー、お店側も何か申し訳ないなって感じになるので、えー、しょうがないからその値上げした分、えー、値,上げ値上げではないんですね消費税分増税分だけを、えー、一品削るとかもしくは量をちょっと減らすことによって調整をして 実質は利益的には、その赤にならないようにする、マイナスにならないようにするというやり方が3番目。これもパターンとしてあると思います。今度4番目。これなかなか面白いなと思ったんですが、外税にしてレジで5円ごとに切り捨て値引きし、切り捨て値引きし、お得感を与えるっていうものですね。例えばちょっと例で紹介しますね。例えばここにありますように、 今まで315円だった、つまり消費税5%時代315円だったものを、今回8%にすると300円プラス8%なので324円になりますよと。324円ですって言って言うとですね、今回ですね、とにかく1円玉をいっぱい使うことになっちゃうんですね。そうすると、もらう側も1円玉ねもらうの嫌だし、払う側も1円玉たくさん用意しなきゃいけないし、まあめんどくさいしですね。なので、そのレジの時にですね、 324円なので、じゃあ4円、端、えー、数、えー、値引きしまして、320円にしますっていうふうに言うですね。まあ4円値引きします。そうすると、なんかね、まあこの今回の8%で、えー、みんなもですね、なんかお金払いたくないなと思っているときに、えー、なんかちょっと得した感じ。まあ4円なんですけどね。まあ、実際310円から320円だから5円は、プラスで消費税分もらってるんですけど、まあ,あの少し値引きしますよっていうような感じですね。の表記。 例えば735円の場合だったら756円になります。で、756円になるので、えー、755円にすると。つまりこれ5円単位で、えー、切り捨てにすることによって、えー、お客さんは5円玉しか持たなくてよくて、えー、あのお店側も5円玉だけ用意しておけばいいということですね。これ1円玉で細かいの用意しなくてよくなるというものが、えー、この4番のパターンですね。これなかなか賢いパターンだなと思いました。 はい。続きまして5番目ですね。外税で出た発数分をポイントを使って発数なしの会見する。これ、つたやさんがですね、やっていての面白いなと思ったんですけど、例えばこんな方法があります。今まで315円だったんですね。314円だったのを、今回324円ですよって言うと、3 2 0円払うめんどくさいなと思うので、でもお客さんポイント溜まってますよね、と。なので、例えばポイントで4ポイント。 その発数の4ポイントを使って、えー、現金のお支払いは320円にしましょうとというものですね。えー、こういう感じ。現金320円の、えー、ポイント、えー、4ポイント支払い、えー、4ポイントしようまあ実質は同じようなことをし、支払いとしては同じようなことをしてるんですが、えー、お客さんはね、えー、小銭を出さなくていいし、お店側も小銭にもらわなくていいしと。 いうもんですね。まあ、ポイントをね、だからポイントっていいでしょうっていうようなことで、ポイントにね、えー、進めていくってやり方もあるんじゃないかなと思います。はい、えー、今度6番目。六、えー、番目はですね、えー、消費税5%分が明確な内税価格ならば8、8%ト内価格に変更する。まあ、これですね、こう格とちょっとややこしいんですが、こ、え、う、ー、格と簡単です。えー、例えばですね、もう、今の 5%時代の値段が、例えば3150円です、みたいな感じで、もう明らかにこれは5%分を上乗せした料金ですっていうのが明確になっている内税方式を導入してた会社っていうのは、すんなりですね、3250円ですっていうふうにですね8、8%だから3250円ですっていうふうにしても抵抗がないわけですね。ところが、ここに例で書いたように、 内税なんだけど3000円の5%っていう風にしてた場合は8%に単純にやってるんだけどなんか3086円っていう波数が出てしまってこれだとなんかねまたさっきの波数処理どうするんだとかっていう話になるわけですなのでこの6番のパターンっていうのは意外とスムーズまあうちの会社もこのパターン会員制度とかですねコンサルティング費とかはこのパターンにしてるんですけどそうすると割とですねいいと。 これは、あの、現金払いが少ない場合は、そんな抵抗ないんですよね。えー、振り込みとかですね、カード払いの場合は抵抗ないんですけど、えー、毎日、その、飲食店などにね、えー、小銭を扱う人は、この1円単位っていうのは非常にね、え、めんどくさいですよね。えー、という問題はあります。まあ、確か315円が3 2 0円でもいいんですけど、えー、なんとなくですね、えー、嫌ですよね。今まではね、5円単位しか出ないですからね。というものです。 はい、えー、続きましてですね、7番、えー、外税にして電子マネーやクレジットに特典をつけ誘導するっていうものですね、これなかなかね、面白いと思うんですけど、あのー、今回、えー、東京の地下鉄なんかがね、実際になってるように、まあえー、現金払い、今まで現金で315円でしたよっていうものを、えー、クレジット払いにすると、普通にやると3 2 0円になるんですね。 で今までは現金で払ってたものをカードにしましょうと。カード払いにしましょうと。そうすると、端数なんか、ね、気にしなくても1円単位でも簡単に払えるよと。まあ、実際今回の地下鉄なんかは、えー 現金あ、この電子マネーとか、スイカとかで払うと324円だけど、現金で払うと330円みたいな感じで、実質はちょっと値上げしてるね。現金の場合は値上げしてるみたいな形になってますよねで。こんなことにすることによって、今回かなりね、カードとか電子マネーとかっていうものが、ポイントとか、普及するんじゃないかなと、プリペイドカードとかですね、こういったものが普及するんじゃないかなという気がしています。それがこの7番の例ですね。<laughs> はい。えー、今度は8番。8番はね、非常に難しいです。えー、商品ごとで、ね、値上げ幅を調整して、トータルで8%の値上げにすると。これあの、自販機なんかが今そうなっていますね。例えば、えー、ここに書きましたように、えー、100円と120円の、えー、ものが入っている自販機があった場合に、えー、これを8%にすると、例えば108円と、えー、120円の3%っていくらになるんですかね。こうやると、発数が出るわけですね。 そうするとですね、えー、自販機自体が1円玉に対応していないので、発、えー、数が出ると困るわけですよ。なので、今までも、えー、ずっとですね、それであの10%値上げで、えー、乗り切ってきたって話は前もしましたけど、えー、120円の、えー、120円を120円を1 1.05で割って1.08でかけると123円、3.4円になるので123円ですとかかけないんですね。だからどうすればいいかっていうと、その自販機全体で3%分8、8%に増税した分だけくださいねっていう形ですね。で、これどうやってやればいいかっていうですね、ここに書いてるように、例えば、 100円のものが10個売れるのに対して、120円のものが23個ぐらい売れるというペースであれば、今回のパターンでうまくですね8%分になると。これちょっとね計算がややこしいんですが、実際やってみました。さっき手書きで書いてみました。ここにやり取り書いてるんですけど、ここにですね100円のものと120円のものがあって、A 個、B 個、いたいこのぐらい売れるよっていうのがあった場合に、 これを8%にするときに100円のが、A、こ,れこれは末置きってことですね。でこっち側は8%以上値上げしたことによって、逆にこれでね、安分しようという形で。どのぐらいの A、B の売上げの比率であれば、あの8%の値上げ相当になるかっていうのをこれ計算したものなんですね。計算すると A、A は 2.3B という計算が出たので、A23 個に対して B10 個だと、 ちょうど8%分の増税で乗り切れるよという計算なんですね。それをやったものなんです。というものですね。はい。9番目。9番目は3、3%上乗せし、8%で端数を切り上げ、内税価格にし、便乗値上げというものです。これはですね、これ例に書きましたけど、例えば今まで320円、5%の時代、内税方式だったんですね。 えなんですけど、もういっぱい、ね、紙も貼ってるし、えー、値段変えるのめんどくさいから、えー、実はその値段を内税にしちゃえという考えなんですね。あ今で要するに税込み価格だったものを、えー、税抜き価格にしちゃえということなんですね。えー、なので、320円の5%内税だったのを、えー、これ実は320円プラス8%くださいということによって、えー、実際ですね、どうなるかっていうと、あ すいませんこれ順番が違うね。えっと、これでしたね。今ね。9番は3%上の3、切り上げ、便乗値上げするっていうのは、すいません、これだと、あ、いいんですね。このパターンですね。すいません、これは、普通に切り上げると、329.1円になる。329.1円になるんだけど、端数が出ると面倒くさいので、330円の8%を事前にしますよっていうんですね。 すいません今話したのは最後のパターンですね。これね、端数のない5%打ち税価格を8%税抜きの外税に切り替えるっていうもの。これにするとですね、このような形で320円の5%打ち税だったのを320円の外税にすると、実質は346円になるのでえ8、8%、えー、値上げになってるわけなんですけど、このようなえ形にするっていうものなどがあります。 でえーまあ、最後にですねお話したいのはネット通販の場合はホームページ上に8%対応にしましたよっていうことをどのページにも書きましょうね、えー、上書きしてしまうとですね5%から変えてないのかどうなのか実は不安だったりしますその辺注意しましょう、えー、今日は8%の価格表示についてお伝えしましたインスパイな方でしたありがとうございましたバイバイ